こよみよこよみ。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日のこよみ言うていこか。彼岸、祖先の御霊を供養する期間やね。暑さ寒さも彼岸まで言うて言われとってな。これを過ぎたら気候が温和になっていく言うて言われとるよ。六曜は友引き、友を引くから行事は避ける。朝夕は吉、お昼間は凶。今日の干支は土の戸。う、土の戸が影の土。う、うさぎが影の木や境に。音陽五行の流れは木の根が土を締め付けるいうことで、相克、物事が順調にいかへんいうけよ。まあざっくり暦の注釈言うていったけど、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第よ。ゆるゆるとえひんなるとええね。ほなまたね。